建設中のクトバ・クアトロ・トーレスビジネスエリアは、スペインの首都マドリードを貫く大通りカステジャーナ通りの北端近くにあるビジネス地区。クトバは、チャマルティン駅の西、カステジャーナ通りの西側のブロックを占め、高さ224メートルから250メートルという、スペインでも最も高く、ヨーロッパでも有数の高さを誇る4本の超高層ビルが南北に並んでいる。 北から順に、トーレ・エスパシオ、トーレ・デ・クリスタル、トーレ・サシール・バジェール・モーソ、トーレ・カハ・マドリッドとなっている。クトバの周囲は、マドリード北港の住宅地で、西には、ノルテ公園やベンティージャ公園などの公園が広がる。かつて、この場所には、レアル・マドリードが所有する、サッカー・バスケット・ボール・テニスなど、各種スポーツのトレーニング施設の複合体、 シウダでポルティーバがあったが、周囲の開発の進展による地下上昇やクラブの負債の増加から1990年代末には再開発の声が高まり、レアル・マドリードはマドリード市に土地を売却することとなった。開発に対する市議会各政党の賛否など、右与曲折の末、4つの大企業に土地が売却され、それぞれの会社が本社ビルを建てることになった。 2004年からビル建設が始まり、2007年から2008年にかけて4本すべてが竣工し、クトバはマドリードの新たなビジネス街、観光名所となっている。当初はマドリードアレナという名称であったが、各ビルの所有者の協議により、4本の超高層ビルの存在を全面に押し出した、現在の名称に変えられた。2020年には5本目となるビルが、 スペインの私立大学、アイリ大学の新キャンパスとしてオープン予定である。トーレエスパシオ、トーレエスパシオは高さ224.5メートル、57階建ての超高層ビルである。設計者は、イオミンペイとパートナーを組設計事務所ペイ、コブフリードパートナーズを経営する、ヘンリー・エヌ・コブ。 建設中の2006年11月、それまでスペインで最も高かったベニードルムの超高層リゾートホテル、グランホテルバリを抜き、スペインで最も高いビルになった。2007年3月19日に胸上げを行い、マドリード市長、アルベルト・ルイス・ガジャルドンらが出席する、華やかな式典が開催され、花火で胸上げを祝った。 トーレカハマドリードトーレカハマドリードは高さ250メートル45階建ての超高層ビル。設計者はノーマン・フォスター。当初はトーレレプソルという名であり、石油、ガス大手レプソルイップの本社ビルとなるはずであったが、建設中に同社は本社の予定地を変更し、 スペインの貯蓄銀行大手のカハマドリードが2007年8月に8億1500万ユーロでビルを買い取った。ビルは2008年に完成し、クトバだけでなく、スペインでも最も高いビルとなった。トーレデクリスタルトーレデクリスタルは高さ249.5メートルで、トーレカハマドリードにわずかに及ばず、スペインで2番目に高いビルとなっている。2007年4月、 建設中のトーレデクリスタルは、トーレスパシオを抜き、短期間スペイン一高いビルの座に着いた。設計者は、シーザー・ペリ。建設は、スペインの土木建設大手、ACS グループの一員である、ドラガドス社が手掛けた。トーレ・サシール・バジェルモーソ、トーレ・サシール・バジェルモーソは高さ236メートル、52階建ての超高層ビルである。 カルロスルビオカルバハルとエンリケ・アルバーズ・サラワルターが設計し、スペインの建設、住宅大手サシール・バジェール・モーソの建設部門、サシールが建設した。クトバの u 形。右端には、カステアーナ通りを挟んで立つプエルタでエウローパのツインタワーが見える、ユニバーシティドライビング・イノベーション、イ・キャンパス、ザ・キャンパス・オブ・ザ・フューチャー。 ユニバーシティドライビングイノベーション2019年1月15日閲覧エクスパンション .com カハマドリードパーチェストーレカハマドリードストラクチャーレイデータベースハットコンストラクションディテールズありがとうございます